暗殺無理心。まあ小池陣営としてはここでやはり止めておきたい。まあそうですね。お世辞にも椿陣とはやりたいとは思わないでしょう。まあ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 確かに基本はやはり大地が棒を設置して陣が飛んでっていう組み合わせになると思いますが、どこかで必ず触れ合う瞬間が、ここでグータイ君誘うとてな陣。まあおほほスライドでゴービーしていることによってバックステを勝っている。キャンプエースに勝ってジャンシー。まあ棒設置一回設置するまではまあまあ長いですね。実は早い勝利のタグからハグチュン 5B、4B、フェイント1通 2B、初チュンから 6C つまめ返し。起きて目は縦ホールドからの CT タグ。CT 後ろに溶けずれて避けれるんですね。やべえ、これはかなり痛そう。パネーシドキャッポから1通 A でホールド発発。いやこれは死ぬんじゃない。 6D 逆にいっちゃう。あるある、たまにある。さあこうなると小池さん焦ることはほぼないので、ゆっくりゆっくりやるでしょう。ジンとしてはどこかで通していくしかない。うま、冷静な 4B 体育。プロはプロだわ。冷たい立ち回り。今の 4B はうまいな。プロやね。さあガードが硬い小池だが、勝利はしっかり前ダッシュを入れて、ジャンプリー攻めない、硬い 6C つまめ返し。ところは打つんですわこの人。当たるつまめしか打たんな。 2B ハッカーの広場で失敗してクグナゲがバキュームのように吸い込んでいく。バキュームでしたね本当に。ハクハツチューン帰ってきて 6C からつまめ3200確保。本当に堅実な立ち回り。さし戦勝山1段目ガードで、まあラピキャンの人嫌な夢がありましたね。あれは 6A にはウィンパからのハクハツチューン。空対空の確認もしっかりしている。うめえ。ゴーエージャンプエージャンプエー。そうライチジンというこの組み合わせ、ジンからしたらゴーエー2エーが空想がつくほどめんどくさい。ジャンプ 2D で圧倒的な空間制圧をしているな。これやばいんじゃない。これちょっとバーストしないと。まあ、どこでどうするかですね。やはりここしかない。まあ棒を離したところ。うわー、またしても対空のマジです。プロ圧倒的な上から目線。プロです。これはそして出てくるは NO ラグナ。まあスーヤさんはちょっと小池さんにトラウマ的なところあるんで、まあライチバルケンやりたいとは思わないでしょう。やりたくないのかな。今までの中ではね、間違いなくバルケンもやれる方だとは思うんですけども、まあ好んではやりたくないでしょう。さあ注目のカード続いていくのは NO ラグナ。今作レイチェルからのキャラ替えでラグナで参戦。 Please select your character。そして段位も気づけば16まで上がってきている。しかし対するは小池。これは分からん分からない。もう見てるだけでも緊張感が走るというこの組み合わせ。まあラグナは横押しをしたい間違いなく。だけどライチはそれをいなし続けたい。結局火力差のことを考えるとこの組み合わせもライチが結構グニャンとなる瞬間は多いんで、ライチがおそらくいなし続ける組み合わせにはなる。ラグナとしてはやはり横押し。まあゴミがあるんで、まあ最終的には前飛び通しても強いかなって感じですけど。パン投げはやはりバリアでしっかり距離を離している。お互いなんか一瞬嫌な間合いから触ったのはラグナ。もう一度ジャンプリーでいなして、うわーマジか、硬直あるけど競り勝った。サシー横棒を駆使していくな小池。うわ 5B6A の間で 5B を置いてお互いカウンター。追っかけジャンプ B、 5番制してるな小池。さすがにここでバーストガンダッシュ。 6B もう一度 6B ガードが硬いんですこの人本当に。うわあマジかよ。さあやはりいなし続ける小池。入れ込んでしまってここも入れ込んでいく。いや大丈夫、ボールもフォローもありき。まあもうやるならやっちまえって感じでしょうね。そして無理はしない、ぶっこんできて相手が冷静に様子見しているなら攻めていったろうと。ゴミが微妙にさっきは使ってますね。まあやっぱねライチ結局手打がかなり速いキャラなんで、毎回毎回置き体育すること非常に難しいんですね。まあ手打が速いんで垂直ジャンプで
まあ画面見て相手がどうしていくか。テイクハーです。時間が若干迫ってきているが、ラグナーは HP が回復していくので、体力が徐々に狭まってくる。再生で一気に回復して、ガキャン DID、 いやー素晴らしい。まあやれるところまでやっちまおうという感じでしょうね。さあお互いがかなり堅実に立ち回っているため、時間のタイムアップ、緊張感がほとばしる。4ビタイク、うまいな。これはまさか拾い直しまではできない。コパン投げは冷静に緑投げ抜けて、ボールオケがヒット、 2C6D ツバメ縦押せ力の強力。ガードしているのはエノーラグナー、ハーデス、マジレスの小池、 6A でデッドサイク、ゴミヒット、投げは抜ける。ダマシカーの戦士は小池、直が直がで、ここで攻守好転、しかし横棒の発射により、うわこれやばい、死んだ。これはラピキャンでミスらなければ死にそう。わざわざスライド1通までやって、これが小池ライチでございます。そして出てくるはスーヤ。お互い立ち回りが硬すぎる。一回今江野さん勝負かけましたね、ハーデスで。しかしそれにも小池さんの、まあ、最大のマジです。まあコパンだったと言ってもね、あそこでバースト入ったってことはやっぱり江野さんは勝負かけてたんですよね、きっとあそこで。ある程度ごめんって言ってましたけど許されず、やはり。まあ俺もなんか立たれそうだなと思って。さあライチバルケン、お互いかなりやっている相手なだけに、まあやりたい手は知っている、しかしそれを知った上でどうしていくか。バルケン側としてはやはり飛んでくる棒が煩わしすぎる。その中をかいくぐってどうやってライチに触っていくか。ただライチの今作の仕様として棒が落ちやすい、そういう意味では触られたらまずい。まあまあまあ棒があるんで、まだこの状況はね、まだつまみ返しという存在があるんで、バルケン側も警戒しなければならない要素が多い。ガンガン棒だけラインを上げて、バルケンは棒の間をかいくぐる、綺麗に避けていくのはスーヤ。スーヤ本当に綺麗に棒を避けますね。キャップでぶっ込んできて、ロケロケロケ今のスーヤ何が偉いというか、と2回目をちゃんと置いていたこと、あれが偉い。連打が偉い、連打が、連打はいいよ、えらい今のは。わあ、マグスよけで、スーヤかなり冷静に立ち回っている。なるほど、一瞬やりすぎ、やりすぎ。ここでスーヤカウンター、うまい、棒が落ちて、あー西コンボミス、チューン、ハクからのつなぎはミスったものの、お互いの嫌なことを、しかし案外冷静なのはスーヤ。横棒ヒットからの拾い直し、あーできるね、一通の確定どころでバスト。さあこれはヌーヤがひたすら冷静に様子見している。あー一応稼げた、ラピキャン込みで、これは渋い、ガキャンだよ、ディストーションでバスト、タックル、うわ冷静な逃げタック、うわ渋い、マジかよ。さあどうする小池、ロケガード、一瞬やりの意味合い、5へ時間が迫ってきて、逃げ切ってるのはスーヤー。あー逃げる冷静かつ正しい判断を見せていたのはスーヤー。スバメを避けたのは偉い、よ避けた、流れは絶対に引き戻したくない。上で落として、あの防衛、手の上にチャーハンが乗っているという噂、すごいぜ、今どこ当たっとんねん。狼攻撃カウンターからの拾い出し、さあライチ絶望、これは奇跡、もうやるしかない、など見えないチグタク最強キャラ。さあここからの 3C 狼の攻め、ナイスガード、ガード、ナイスガード、なんとかしのぎ切った。 6C が漏れた夫妻が 6A、 ここでヒット、やはりライチ暴力的なほど 6A、 5C2C、 そうやはりチョップ、最後はチョップ、投げたく無理無理無理、そうライチはね中下がかなり印象強いんで、投げたくまでの印象、あのここまでの意識配分探るのが非常に大変。パナシって棒なのでそこまで痛くはない。棒の系バースト、流れを断ち切りたくないな、スーヤ。じゃあ位置が入れ替わってガーキャン、
さあもう一度立ち回りになり直し、使えばええやん。 CT スーヤーのガードは硬い。うわさあここ触りたい。いやこれはちょっと制圧で無理、制圧せやな。小池のこの落ち着きっぷり。しかしスーヤもかなりいい具合のライト戦ができている。来ますね。まあただちょっと俺時間使いたいなって。ボールピッチに変わるの。オーカーになって、まあこれガードできたらでかい。突っ込んできてジャンプビーが置いてある。いやいいよ。さあ、はい、中段見えることができない。スーヤ怯えているのか。さあ横棒からの1つ安定の3000弱。お取った。さあ橋に追い込まれてきた。ジャンプ、お取った。橋がつけたる。これ美味しいよ。スーヤもねかなり硬い攻めしてますね。あれはツバメ会社ついに警戒しつつの攻め。まあバルケンおふい投げ。さあこれは状況が若干好転。嫌な読み合い。うわうわ受けてたな。小池それはちょっとやりすぎや。つばめ返し身内読みやばいでしょ今の。食い上げで美しいちゃうんかいみたいな感じでしたね。これはうわ珍しい。うわめくりガードいいよ。素晴らしい。さあお互いが一気にゲージを吐き切ってこの状況。ガーキャンさすがにいいやつだ。よしナイス。まだ生きている。いい試合。あうわっおいおいおい森ピーマジかよ。シフ先生が助けてくれる。ちょっとちょっと森さん、マジで今の。さあどうなる。あと1分の状況。すげー100歩、100歩がカウンター。いやー警戒してたけどな。あ B 兄弟スコア教えてもらっていいです。大将大将までいった。3-2で 3-1? 1人負けただけなら 3-1 ですよ。はい。でガリーヨたちです。どっちです。ガリーヨたち。はい。何らかの思惑が動いているというの。さあ勝ったのは頭文字 K チーム 3-1 でございます。さあ時報これ見て出てくるわ。小池大地、先ほどはスーヤバルケンとの堅実な立ち回り、今度はどういった立ち回りを見せてくれるのか。初手引いたのは大地側、棒を設置して相手の様子を伺っている。姉ちゃんだけラインを上げてもう一度戻す。再び姉ちゃんが上がってきてボランテ。さあラインは徐々に上がってきた。ここでついに交差する。位置がもう一度中央に戻ってジャンプへの急タイプ。さあ縦で棒だけでラインを上げる。姉ちゃんと棒のやり取りが非常に面倒くさそう。吐く壁板をしましたね今。 OD の棒発射は壁板臭い。つまみ返し 6C 大きめどうすんの。この面倒くさいキャラに落ち目は何かがカウンター。 2B6B 様子見。お前は逃がさないと。ブリオ姉ちゃん上げて単体の状態で触られてしまう。フォーコーさあライチ単体で捕まってしまった。これはまずい。さすがにガーキャン慌てない、動じない小池。横もヒットして、さあ触ったのはカルル側。距離タクアニマはしっかりガード。ライチがカルの上をピュン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 飛んで 6B ヒットしたものの繋がらず、緑投げ。今さオーディ、ここでもう一度時間を止めてやり直したいところだが、ここで姉ちゃんが死んでしまう。ボールヒットして、ボール6A はビバーチ力で最後までしのぎ切ったのはエスケ。ラスト1秒の嫌な一瞬。さあ今度は打って変わって小池が攻めていく。やはり姉ちゃんと棒を先にラインと上げる。お互いにリスクの少ない状態で攻めていきたい。天熱を見てからマークスで好転。 6D がヒットしてスライド。 8D まあ、のビードね、お互いに何をさせたくない、あるいは何をしたいのかが見えますよね。
下段下段リバーチェには2へのマジです。細かい刻みからのボールクレーカードが非常に硬いのはエースケ。ブリオが裏で当たってこの指導結構まずいんじゃないの。エースケダウンをしっかり取ってもう一度やり直しガーキャン読んでリバーチェリバーチェ結果的に OD につながる。必死に逃げるカレル側 OD 終了。もう一度立ち回り 2B ボーロックエはここでボタンを押してたのですけつまり返し。お互いのガーキャン読みの嫌な読み合い 2A タイクにはジャンディシーでエースケが勝利していく。盤石のもう自信たっぷりという感じでしたね、あの立ち回りは。先方に小池さん、さあジャンプしている。あ、今決勝の方、はい、始めてますね。もうイエーガーからさあガブガブして設置発射。おはは、めくれてるワロス。さあ馬の堀さん激しい。え、なにこれ、マジか。新しいツバメの熱波狩りやな。タシ設置から一緒に走る設置すえマジか。なるほど、声がもう。さあこれはさすがに打っても勝てないので、まあしょうがない。さあ小池プロバルケンさんかなりまあやってる方なのかな。 BC 6C ガード ゴビ戻ってきた。動きがやばい。置き止め、なるほど。さあホールドシールドでフォローが効く。おほ、めくれてる。素晴らしい。設置から乗っかって発射。さあ棒の近くにできるだけいるのでジャンプしている。さあ小池プロガードが鉄壁。さあ棒と一緒に走ってできるだけ棒と一緒に行ったところをガブガブされて、さあ運びから、しかしどうなるんだ。さあ狼がなかったらね、一人行くしかない。ゲーガーで差し返す。すごい、クラゲ抜けてチューンから発射が逆に行っちゃった。赤チューン棒ガールドでこうなる。スウェーから、さあこれはあーこ、なるほど。あ、終わった。さあ馬の骨さんバーストした瞬間にやっちまったみたいな感じだった。ライチヘイリンの棒が動くようになったのがアマナケンって感じしますよ。6位にはイカロガに集結している意思を持った棒。
Please select your character. さあ、テイガーを出していく。まあ、まあ、そうですね、ちょっとうんぴてんぶだっけ。まあなんか運に身を任せるキャラなところあるからね。特にアトミックコール出してるし。うまツバメ。なるほど。さあスレッジで抜けたが、さあじっくりじっくり。わあすごい、すごいぞ。さあ空投げっすかから、いつ構えて空投げじゃない、冷静スパーク打っていく。さあ棒から発射、無理はしない。さあうますぎる、いってこれはどうなる、さすがに無理か。オーバードライブ、なるほど天才。さあ状況も大体5分ヤクザチョップからさあ動いてしまった、立っている、入れ込んでつまみ打つ。さあ今のところつまみ発発100中、ジャミが使って、さあ一つ構えて、うわーすごいのが当たった。さあこれめっちゃ減る、投げキャラがコンボしている、4000ダメージ。つまみもう一回打つさあすごいのが来た、ツバメすごいぞ、半端ねえ、うまっ、引っ張ってから歩いて。さあお上手ロクシー、発射を散らさせて、ゴイ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 ゴービーから、さあプライチプライチ、下がる、さし入れ込んでいく形。さあこれは護衛から一応レンガで固めて、空弾は立っている、ヤクザ 4D から F 式ガード、さあラッピキャンから、さあおわ立ちたがり押している。さあここはツバメは打たない、一通を解いてしまった。まあ時間使えばまだ、うわっマジかよ、防護 B だからハイパーいて。さあヤクザチョップをガードしても何もない。さあここはバースト打つ、さあこれはできればリーチしたかったが迷っている隙に、さあガーキャンを我慢していたが読まれる。さあ半端ねえこのキャラ、ここは OD ですよね。うわボブを動かしているので飛べず、さあこれ死んだ